簡単にまず自己紹介からあのお話しさせていただきます。あの、岐阜県橋間市出身で、高校時代までは、まあ、そちらにあの居住しておりました、まあ。岐阜高校出ておるんですけれども、あのその後、まあ、大学進学し、就職はあの東京であのしました、まあ。証券会社で就職し、えー、東京とか横浜、 勤務後にですねあの、えー、ロンドンあイギリスのロンドンに駐在しておりましたで、まあ、そちらからはヨーロッパ各国中東等のですね出張が多く、まあ、延べ3四4 0か国ぐらいはあの出張経験もございますでその後、まあ、あの東京に戻りまして 外資系の金融情報サービス会社通信社、まあ、具体的に言いますと、あのロイター通信にあの転職しましてですね、あのそこからもまた諸外国に結構出張はしておりました。まあ、ロイターといっても記者の,新聞記者あの通信社の記者の方ではなくて、金融情報サービス会社の方ですね、まあ、為替、株、その他情報を発信する方の。 あの証券関係の責任者をしておりましたでシンガポールには、えー、今から12年13年前ですか2008年あのビジネスパートナーと一緒に当地であの、えー、投資運用会社および M&A のコンサル会社を設立するためにですねやってきました。 もう12年になりますですかね13年目に入りましたで単身赴任でございますで岐阜県人会シンガポールの岐阜県人会はちょうど私がこちらにあの参りました時に岐阜県出身者45名と知り合いですねそういう会がないということであのもう一人のシニアの方と私と中心になりまして シンガポール岐阜県人会を立ち上げましたあの外から見た日本外から見た岐阜と、まあ、いうことになるかと思うんですけれどもでそこの中でよく言われるのは、まあ、日本はやっぱり何事につけやっぱり意思決定が遅いとでやっぱり国際競争力にやっぱおつかない でやっぱりどんどん遅れていくんじゃないか、もう少子高齢化ということもあるんでしょうけれども、やはりそれを懸念する、いろんな外国人の方のお付き合いも、あの外国人という方はおかしい、シンガポール人とかアメリカ人、マレーシア人、まあ、いろんなあのお付き合いある中で、やっぱりひしひしと感じますですね。中流国になってしまう可能性があると、まずそういう懸念が一番大きいです。で方や まあ、いい点はあるわけですよ性格もいい、几、ま、帳、あ、面、真面目、まあまあ、ちょっと保守的であるとか、ねまあ、地味であるとか、まあ、これ、表裏一体なんですけれども、あのー、そういういい点はやっぱりあって、付き合いがしやすいと、お付き合いはしやすい、あのー、国であるし、まあ、特に岐阜なんかはそういう素朴な点で、あのー、お付き合いしやすいというふうには言われておりますですね。 岐阜のイメージですと、まあ、観光立国立県といいますか、まあ、どうしても飛騨高山だ、あのー、白川郷だあの下呂温泉だ長岡海だとかですねこういったものがシンガポールでもあの放映されたりすることがあるんですよ。週に1回土曜日ですかねチャネルニュースアワーチャネルニュース の中でそのジャパンアワーっていうのは30分1時間ぐらいの番組が持ってましてですねまあ日本のいろいろの旅番組温泉巡り番組そういったものをこちらであの多分あの安く <laughs> 譲り受けて放映してるというそういうのはあります時々岐阜のところもあの出てきたりするのでこ、うん、んな狭い国土の中で 日本食レストラン1,400店舗ぐらいあるんですね。すごいんですよ <laughs>。そうですね。まあちょっと私だけの意見ではなくて、この前あの、8人集まって、あ集合写真をあの送りしましたですね、あの一応こういうことがあるからということでお声がけしたら8人。で、その時にもうちょっと意見を聞いたりしたので、ちょっとメモしたものを見ますとね。 やっぱり自然が豊か、まあ山地水明、あの交通の要所でもあるということで非常に便利だと地域の絆が強いというかね、やっぱり地元意識も強いという意識は海外に行っても感じますですね。これはね表裏一体なんですよね。あのまあ長所短所というのは何でも表裏一体だと思うんですけれども、やっぱりその岐阜というのはまあ、日本国内でもそうだと思うんですが岐阜 感じかけない人も結構いるというふうにお聞きしておりますし、岐阜ってどこにあるのと。誇れるものはあることはあるんですけれども、その理由はわかりませんが、やっぱり情報の発信力が少ないのかなと。もう少しアピールを強くして、岐阜県の長所短所を強力に訴えると。 でまあ、ちょっとコロナの時代になってしまうので、えーまあ、アウトバウンド、まあ、インバウンド海外からの旅行者観光,観光客ですね、あのー、やっぱり、あのー、岐阜県の強みの情報発信をいろんな角度からさらに強化してもらう、まあ、それは、うん、ちょっとごめんなさいホームページウェブページ見てるわけではありませんけれども英語とか中国語とかね そういったものを含めてですねいろんなチャンネルメディア、まあ、言語を含めてですね、えー、発信を強めた方がいいいいででははないかという気はしてますですね東南アジアは結構日本のファンが多いだからそういう発信をあのや,やればやるほど効果はて面かと思いますね。 はい、やっぱり不安を増やすということが一番じゃないかとそのためには情報発信をしないといけないと情報発信をするためには単なる何ですかやっぱりあの一方通行ではなくてインタラクティブにあのする必要はあるかと思いますけどねまあそういう意味であの言い方おかしいんですけれどもまあ、えー、一つのチャンネルとしていろんな国に展開するまあ県人会 はああるるる意味はは利用する価値はあるかもしれませんですねいろいろ都道府県の知事さんと目立つ人いわり別にして目立つ人もいっぱいいるじゃないですか東京都知事みたいな方もいるしやっぱり強いリーダーシップっていうのはいつの時代でも必要かなと、えー、まあ非常にシンガポールという国が財産資産何もない国がなぜこれだけ発展してるか。 まあ非常に金持ちも多いと。だから、あの非常に多様性があると。まあ、日本とシガポールの違いば多様性の差ですよね。例えば個人の財産で言うと相続増用税はゼロ。だから、株とかいうもので儲けたキャピタルゲイン課税もゼロ。ゼロゼロゼロです。で、住民、あの、あと所得税も 最高税率が今21%だと思います。やっぱり累進制でですね。金持ちほど有利ですよね。最高税率はそうですから。株で儲けてもお金取らない。相続税額もお金の税金払う必要はない,とい,いと。いいことづくめです。だから人も集まってくるわけですよね。うん、だから、あのーまあ、やっぱり居住国、日本と、阜、ま、県、あ、というのも日本との違いというのは、やっぱりそういうメリットを 税金面だけじゃなくてファシリティファシリティっていうのはやっぱり施設ですよねもう本当に技術がある方を呼び込んでもう居住も与えてですね税制もさらに優遇しお給料もたくさん上げるとかねそういうことは徹底してますよ多様性が飛んでるということはそういう優遇措置を取った為政者がはっきり言って 東京都のね千数百万人よりも小さい人口半分以下の国と言いながらも都市国家ですからね東京と比べてもはるかにやっぱりこちらの方がいろんな目に進んでるという気がしますですよねだから先ほどあの <laughs> 戻ってしまうんですけども岐阜県政政治に期待するということはやっぱりリーダーシップし、えー、あるない次第でですね県も変わると思います。